はい、皆さんこんにちは、モーシンです。今日もですね、ビットコインのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルではですね、こういう風にリアルチャートの上に僕がいろんなラインをですね描きながら今後の相場分析をしていくというチャンネルになっています。基本的には毎日動画を更新しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それから LINE アットに登録いただいた方にですね、今限定で、モーシン講座というのをプレゼントしております。内容はですね、僕のトレード手法を詳しく、3本の動画に分けてですね、解説していくという、その3本をですね、無料でプレゼントしておりますので、ぜひこの機会に、LINE アットの方にも登録いただけると嬉しいです。はい、ということで今日がですね、2019年の10月の23日ですね、水曜日です。で、今の時刻がですね、20時20分です。で、今のビットコインの価格ですけれども、86万6千ぐらいのところを推移している状況です。はい、昨日ですね、お伝えしたように子供がですね、アデノウイルスにかかって、それを看病してたら僕ももらっちゃってっていう話をしたと思うんですけども、まあちょっとね、良くなりました。あの熱は若干引いて、まあ微熱ぐらいになったんですけれども、今度はですね、一番下の子供が、アデノウイルスに今日かかったということで、でかつですね、嫁が今日からね、喉が痛いということを言い出したということで、いよいよ家族崩壊の時期が迫ってきたかなというところでですね、非常に危機感を持っているんですけれども、そんな中、まあ、僕はビットコインの、チャート分析をしているということで、この後ですね、しっかり看病していきたいと思いますけれども、まあ、その話を置いといて、今日ですね、ビットコイン下落してきましたね。で、88万の水準まで昨日、おとついですかね、上昇してきて、で、この88万の水準で、しっかり維持できるかっていうね、ここのポイントですけれども、このあたりでしっかり維持できるかっていうところをですね、昨日の動画で言ってたんですけれども、まあ、88万サポートされなくて、維持することができなくて、今日また下げてきたという状況になりました。で、ビットコインに関してはですね、ここのピンクのラインで示しております、まあ以前あったね、ディセンディングトライアングル、そこから下抜けてからですね、これ4時間足ですけれども、まあ、ずっとこのレンジの中で動いているんですね。で、上はだいたい93万円ぐらいで、下は83万円っていう、この10万円幅の中でずっとこう横ばいが続いているんですね。で、こう横ばいが続いてきたら、当然こう移動平均線もですね、収束してくると。で、こういう収束したポイントで大きな値動きが期待できるということなんですけれども、まあこのね、大きな値動きっていうのがね、いつになるかっていうところがね、注目されているポイントかなというふうに思っています。で、昨日の動画でですね、少し解説したんですけれども、ここの緑の、ね、あ、青いラインですね、ちょっとね、チャート拡大しますね。はい、こちらですね、直近チャートを拡大しました。で、昨日の動画で言ってたポイントとしてはですね、ここの、青のね、トレンドライン、ここを意識しましょうよということでね、言ってたと思います。で、高値の切り下げのラインに関してはですね、まあ、昨日の高値のポイントをライン引いて、まあ、こういう感じの、ペナントになる可能性があると、もしくは、まあ、もう少しね、この93万とか4万まで上げてきた時に、アセンディングトライアングルの形のようになってくる可能性があるということをですね、昨日の動画で言ってたところかと思います。まあ、こういう感じですね、こういう感じで、まあ、アセンディングトライアングルを作る形になる、もしくは、こういうね、ペナントになるということで、まあ、今日下落しましたので、結局、まあ、ペナントの形に近づいてくる可能性があるかなというところですよね。で、昨日言ってたですね、このトレンドライン、ここは意識した方がいいですよということを言ってたんですけども、まあ、しっかりですね、そのライン、だいたい86万の水準ぐらいで、止まってきたというところで、やはりですね、ここのトレンドラインは意識されているということがですね、今日の値動きで、まあ、分かったところかなと。このあたりですね、はい、しっかりサポートされてますので、まあ、ここで意識されているというのはですね、まあ、分かったかなというところですね。で、この後ですね、まあ、セオリーな動きとしては、当然この三角持ち合いの中でこういう風に動いてきて、昨日も言った通り、まあ、上に動くんだったらこういう風にね、抜けてくるというのがですね、まあ、今考えやすいポイントなんじゃないかなという風には思うんですね。まあ、それがね、一つ目のシナリオですよね。で、二つ目はですね、ここから上がろうとしているんですけれども、まあ、この中期、移動平均線ね、まあ、いろんな移動平均線は上にのしかかっているという状況です。で、88万のこの水平線も上にあるということで、一旦こう上に行った後ですね、またこう下落してくる可能性があると。一旦こうね、上に上がっていくんですけれども、この辺の移動平均線もしくは88万の水平ラインで、また跳ね返されてですね、まあ、下げてくると。
で、そうなった時にですね、どういう風な値動きになるかっていうところですね。で、またここの意識されたトレンドライン、ここを割ってくるとなるとですね、まあ、83万までは見ておかないといけないと思います。それは、この引いた目で見た時に、冒頭申し上げました通り、93万から、83万の中の10万円幅ので、レンジ相場というところが基本的な部分にありますので、83万までの下落っていうところは考えないといけないというふうに思います。まあで、エントリーねしていくかどうかっていう部分に関しては、まあここの三角持ち合いっていう部分がですね、この三角持ち合いっていうところが、どういうふうに今後意識されてくるかによるんですけれども、まあこのままですね明日、また上昇してきてですね88万付近までこう試すような値動きがあるんであれば、やっぱりこの三角持ち合いとしての、チャートパターンですね、ここは意識されていると思いますので、三角持ち合いを抜けるまではエントリーしない方がいいかなというふうに個人的には思います。まあただしですね、先ほど言った通り、ここから上げてきてですね、88万の水準でもう一回こう押し返されるような値動きになった時はですね、ここでショート入るべきですね。はい。だから88万のところですんなりこう上に行くような値動きがあれば、まあ三角持ち合いが意識されるということで、エントリーはしないと。三角持ち合いの抜けまでは待つということですね。はい。それがいつになるかちょっと今の段階ではわかりませんけれども、とりあえずそんなところですね。で、88万とかそのあたりの水準でこう押し返されるような値動きがあるんであれば、そこでショートが入っていくということですね。で、ここはやっぱりあの88万を抜けたら損切りっていうね、明確な損切りラインが引けますので、一つね、試してみてもいいんじゃないかなと。要は88万の水準でですね、あのいつも言って通り、3分の1入れて、でもうそこ抜けたらもうその3分の1を、損切りするということですね。で、そこから下げてきて86万とかなった時に、もう3分の1入れて、でまた下げた時に3分の1入れて、で最終利確としては83万ですね、ここまで伸ばしていくという、まあ、戦略はですね、あの考えておいていいんじゃないかなというふうに思いますので、そのあたりをですね狙っていけば今はね、いいんじゃないかなというふうに思っています。はい。いずれにしてもですね、まあ今この、上昇トレンドラインの、まあ加減でいるというところで、今の値動きでね、非常に重要です。このまま下に下げてくるとなると、いずれにしても83万が意識されるということですね。ここの直近最安値っていう部分は、絶対意識されます。直近最高値最安値というところはですね、必ず意識されてくるラインですので、そのあたりは抑えておいて、いただければいいんじゃないかなというふうに思います。とりあえずはこの、ね、下落トレンドライン、上昇トレンドラインですね、ここの、トレンドラインの、が意識されてどういうふうになるかというところが、注目の一つと、でそれから今後ね、上に上がってきたときに88万ラインもしくは、短中長の移動平均線、こちらで表示させているのは、20、50、100MA ですね。はい。そのあたりの移動平均線にぶつかったときにどういうふうな反応を示すかと、そういったところをですね、直近ここ明日明後日ぐらいですね、ここ2日ぐらいで注目していけば、いいかなというふうに思っています。はい。じゃあ最後にですね、板を確認していきたいと思います。はい。こちらデコボードですね、ビットメックス見ますけれども、まあ先ほどの説明と同じような感じですね。ここの8100ドルから、まあ、8100ドル近辺ですね、日本円でいうと88万近辺です、この88万近辺の売り板がですねかなり厚くなってますね。今日の感じ、この8100ドルに関してはですね結構厚くなってますね。なので、まあ、88万水準でのこの戻り売りですよね、これを狙ってる層が、まあ、いると。ショート勢ですね。はい。ここ結構厚いです。で、対して買い手ですね、買い手に関しては7900ドル近辺ですね、これがまあ85万円付近ですけれども、この85万円付近も、まあ、85万円に関してもですね水平線、引かれているんですけれども、まあ、この85万の、意識されたラインですね、ここで、買っていこうというところもまあ見られるということなんですけれども、やっぱり目立つのはここの、売り板ですよね。88万で戻り売りを狙っている層がかなりいるということがですね、まあ、今日の板では分かるかなというところで、まあ先ほどの僕が申した戦略ですね、88万で3分の1入れて、でそれを抜けたらもそれで損切りすると。で88万から下げてきた場合は3分の1、もう3分の1ということで、下げるにつれて、追加していくと。で最終利確83万と、まあ、これ見たらちょっとね、考えないといけないですね。85万で買い手入ってますので、まあこれがどういう風に機能するかっていうところは、まあ、見ないといけないですけれども、まあ、最終利確としては83万、ね、狙っていけばいいかなというところですよね。そのあたり、まあ板の状況も確認しながらですね、トレード戦略を立てていっていただければいいんじゃないかなというふうに思っています。はい。ということで今日の動画はねここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。